戦場。いかいに女神紹介あっちゃー、やっぱり男どもが集まってきたら、きっと女神の噂を聞きつけたんじゃな。各家のやつなんて完全に女神を口説く気じゃ。ニヤニヤしよってからね。おい秀吉と、あなたの永遠に美しい女神に会いに。いいものを見て。あいやえい辰の神じゃって。いいのかな紹介、各家が先に会っちゃって。女神と共に美酒を楽しみたかったけど、諦めるしかなさそうだ。よっしゃ、強敵が一人減ったね。両党も来とったんか。あいつはかなりの美男子、女神もなびきかねん。おー、麗しの女神はあそこか。いや、狼どもに囲まれてかわいそうに。この秀吉が必ず救い出す。待っておれよ。ガンガン行くぜさて仕事だ。女神には綺麗な姿で会いたいからの。紹介は悪いが、体張ってもらうと。逃がさない。秀吉殿たちも見に来たのかい？あの城にいるっていう。ガンガン稼ぐぞ！目上！なあ、紹介、両党が目上になってまうぞ。あいつを先に行かせていいんか？いいわけがないだろう。栄達は私の前にのみ広がっているのだから。ガンガン稼ぐぞ！行くぞ！打ち切る！もう帰ればいいんだろう。この腕が上がるよう頼みたかったっていうのに。私と出世を競おうとは相手を間違えた。おいっはー、孫一のやつ城の前に陣取りよって。ああなるとテコにも動かんやつやからな。秀吉、あの男どことなく芝生殿の人気者は辛いな。一見アホだが、それだけではない。おう、来たか秀吉。分かってるぜ。お前も俺と同じ世界一の目。誰の真似はできない。紹介、クラム一は世界一の傭兵、そして世界一出世にこだわる男じゃ。暗い傭兵ごときが、この私の邪魔をしたこと後悔させてやるよ。観念しないで退散するしかねえ。覚えてろ秀吉。許せ孫一、いつか必ず埋め合わせはする。妙だな、皆が何かを言う前にあの男が口を挟んでくる。探索まで来とったんか。あいつは無自覚の女たらし、追い払わんと。さて仕事だ。おや、秀吉殿たちも花を探しに来たのですか。それにしては随分人が集まっているようですが。撃ち抜いた。紹介、軍神の息子が現れたね。この気配りにさせてもらう。栄達の神様も気に入るじゃろうな。ただ花を探しに来ただけなのに、ひどい目に遭ってしまったな。ふん、軍神の子、
その立場に甘えた結果だ。ちょっと私の観察に何してんの？絶対許せないんですけど。生涯観察の友達が怒っとるで、なんとかしてくれ。ああもう最悪、こっちは何も悪いことしてないし。ああすまん、本当にすまん。男には譲れんもんがあるんじゃ。ヒサヒデ、女神相手に生命の神秘の研究を。いや、ダメじゃん、ダメじゃん。紹介は三成と少し似とるわ。才能はあるが、生きづらそうなところだかな。おや、秀吉ではないか。我が輩の研究の見物かね。この隙間の目。生涯、こいつを城に入れたら神様がめちゃくちゃにされてまう。倒してくれ。このひねくれ具合も気に入った。いつか我が輩と組めるといいね。それじゃ。誰があんなくだらんやつと。集まっていた男どもは一掃したね。これで夢のご対面。美しい女神とやらはどこじゃ。わしの主治肉林に加えてやるわ。うわ、また厳しいんだ。キューパー生涯頼むで。英達の神ではないのか。うるわしの女神がそばにいるというのに。なんだかそっち山本はいなくなったね。うん、じゃあな。おほ、活躍した甲斐があったわ。わしらに会いに来てくれるとは。おい、わしのうるわしの女神、こっちだ。私を騙していたな、秀吉殿。あっちは紹介。いや、これはじゃな。あ、その私に無駄な時間を使わせるとは。帰らせてもらう。申し開きは後ほど聞こう。お、ま、え、さ、ま。こんな大事な時に女神に会いに行ったんだって。うーん、超特大のお仕置きだよ。ひー、逃げるな、生涯。おい待て、なぜ私まで逃げねばならん。お姉様の命令は絶対、覚悟してもらいます、秀吉様。ずいぶん日韓のある神でよかったじゃないか。あとはどうぞご自由に。普通に、なしじゃろう。うまくいったか。ま、当然の結果だ。
you